アンゴラは、州、ムニシピオ、コムナ、外区及び村の4層に分かれている。なお、カビンダ州は、コンゴ民主共和国を挟んだ飛び地となっている。ここでは州を中心に説明する。番号順に振られた、アンゴラの州地図最上層区画は18の州である。最も新しい州は、弁護州で、1985年に、ルアンダ州から分離した。 その後も何度か宗教は変更されており、直近では2011年に、弁護州から、ルワンダ州へ2つの基礎自治体が割譲された。2014年国勢調査時点。ポルトガル領西アフリカ時代の1900年、アンゴラには、ベンゲラ、コンゴ、ルワンダ、ルンダ、モサメデスの5州があった。1934年に再編が行われ、1950年には、ベンゲラ、ビエ、 ウイラ、コンゴ、マランジェの5州があった。1956年にこれまで別の植民地であったポルトガル領コンゴが移管されカビンダと名付けられた。1957年の統計には前述の5州に加えルワンダとカビンダの2つの自治区が記述されている。1951年に植民地から海外州へ昇格し、この年から州の追加が 盛んに行われた。まず1951年から1963年までの期間で以下の変更が行われた。次に、1963年から1967年までの間に、今後州は、ウイジェ州とザイレ州に分割された。また1971年までにビエクアンクバンゴ、は、ビエ州とクアンドクバンゴ州に分割された。 1975年の独立時には15州があった。独立後、ウイラ州からクネネ州が分離し、欧米風の地名が脱植民地化の一環として解明された。1978年までにルンダ州は南北に分割された。1985年にモザメデス州はナミベ州に解明され、ルアンダ州からベンゴ州が分離した。 アンゴラのムニシピオ州の下には162のムニシピオがある。日本語訳は基礎自治体、市、市町村議会、軍といったものがある。ウアンボ州の地図。星印はムニシピオ、大丸はコムナ、小丸は村の位置を示している。ムニシピオの下には559のコムナがある。コムナはフランス語におけるコミューンと同じものを指し、そこから日本語訳は市町村、 基礎自治体と訳すことができる。コムナの下には2352の外区と25289の村がある。合計は27641だが、ここには68箇所の無人地域が含まれている。外区は主に都市部で、村は郊外部で見られる。AB、レスルタードースデフィニティボスリーセンシアメントゲレル DA、ポップヤラザイ,イ・ハベタスを2014。 アンゴラ統計局。ピアニッシモ。27から28。2021年4月15日。閲覧。The World Factbook. アンゴラ。中央情報局。2021年4月16日。閲覧。シルビア・クリーズ。アーバン・ガバナンスターニング・アフリカンセス・アラウンド。ルアンダ・ケース・スタディ・アドバンシング。リサーチ・エクセレンス・フォー・ガバナンスパブリック・ポリシー・イン・アフリカ。 2021年4月15日閲覧。ab.republic.org。シティパピアレーションで2021年4月16日閲覧。ab.provinces.org。statoids.com。2021年4月16日閲覧。ありがとうございます。